皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2017年12月の10日日曜日、今日のスーハの言葉は、言葉の力で社会に貢献。言葉の力で社会に貢献。そして今日の BGM は生命の和の音、432Hz、スーハ調和シンフォニーの中から12月、生命の和の音をお送りしています。このアルバムは1月から12月まで各月の曲を作曲しています。生命の和の音、 432Hz。 かの有名なベルディもですね、アイーダ、椿姫などのオペラを作曲した大作曲家ベルディの際もですね、私の音楽は 432Hz で完成すると言っております。そしてこのアルバム、アレー音響システムを搭載しておりますから、それまでの聴くという CD だけではなくてですね、体にも聴くというそういうアレー音響システムを搭載しています。ですから寝るとき、今、玄関、そして植物の育成、動物たちの憩いの音楽、そういったいろいろな場で今も使われています。 KS 乳酸菌物質、その育てるためにですね、24時間ずっとこのアルバムを聴かせているそうです。生命の和の音、 432Hz、スーハ調和シンフォニー、ぜひ手に取ってじっくりとその素晴らしさを感じてみてください。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。